こいつ、動くぞ。君は、時の涙を見る。はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。はい。前回に続き、横浜ガンダム、そちらからガンダムコンバージ。こちらをね、開封して、組み立て、ご紹介していこうと思います。はい。まあ、箱の外観はこんな感じですね。まあ、とりあえず整備ドックみたいなのが入ってて、本体が入っていると。はい。いった感じですね。はい。では早速ね、中の、袋の状態とかね、見ていきましょう。とりあえずね、こちら食玩なんでガム、はい、こちらがちゃんとついてますね。はい。で、説明書、はい、いや結構細かいなこれ。わ、細か、はい。それとこちらですね、はい、これはバズーカの持ち手かな。で、アンテナにシールドで、バズーカにビームライフで、本体と、はい。で、ドックがね、やっぱりランナーが多いな、ドック、はい、こんな感じで入ってますね。では早速組み立てちゃいたいと思います。終わりました。ではね、最初にドックの方、はい、こちら、はい、意外にね、説明書通りに組んでたらそんな難しくもなかったですね。うん、ちょちょちょいって組み立てられました、はい。でここはね、開閉式になります。グイグイッと、はい。でオープン、こんな感じですね、はい。で、ガンダムの方見ていきましょう。こちら、バン、こいつ動くぞ。いや、めっちゃかっこいい。今回はね、ちゃんとね、顔が歪んでないです最近のコンバージね、めっちゃ顔歪んでる個体が多いんでね、これは当たり個体だな。整ってます、はい。いや、かっけー。さすがコンバージ、出来がすごい。いちゃんとね、肩のこのね、マーカーも緑と赤でついてますね。ただね、膝のところの緑と赤がないんですよね。でバズーカもマウントできます、はい。でこちらはね、いつもあの補助パーツがこうあるんですけれども、それがやっぱり ドック内にね入れるんでついてないですね、はい。なのでこのまま、でもこれ武器持たせた状態で入れられるのかな。無理ですねバズーカが突っかかるね、はい。ちょっとバズーカ外そう、はい。バズーカ外した状態、この状態なら多分入る。はい、入りましたね、まあ、入ったけれども結構キツキツ、はい。まあ、なのでね、この絵の通りね、うん、何の装備もしないで入れるのがベストなんだろうね、多分まこういうね、バズーカとかはこういう横のところにこうやって置けばいいんじゃないかなこれそういうやつかなぴったりはまるんだけど、
でも別にこう絵にも描いてないし、うん、こう説明書にも載ってないんですよね、武器の格納は。なのでまあこれは自分の好みって感じですかね。はい、うん、でもここにバズーカ置けるのはぴったりしたよこれはい、ということでね、今回はねこのガンダムコンバージ横浜限定モデル、こちらをご紹介させていただきました。それで、次回なんですけれどもね、次回はいよいよガンダムファクトリー横浜の超合金のガンダム、はい、そちらをね開封します。はい、いよいよ大物、そちらをねご紹介させていただきたいと思いますので、この機会にぜひねチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。はい、ということで今回はね一応回転台座に乗せてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。アムロ行きます。